いやだから本当なんだって、本当にこの世界はアニメなんだって。ダメだ、話にならない。だからシリアス路線の人間にネタネタは通じないと言ったでしょ。クソ、今にして思えば第1話のパロディもこれの伏線だったのか。私たちがアニメなわけないでしょ。普通の中学生をアニメにしても面白くないよ。いやそこは地域活性化アニメだから別に。タイトルは、タイトルはなんていうの。超普通都市柏伝説。やばい、意外にいい。超普通で、なにそれ、変なの。どこで放送してんの。いや基本 YouTube だけど。基本100回とか、よくて5000回くらいで。やっぱリアル、もっと頑張れよ。いや、まあそうなんだけど、ダメだ、拉致が開かない。だからもっと根本を解決させないと。根本って何よ。よくこの場所が分かったね。まさか手賀沼の地下貯水場を秘密基地にしていたとは。7話のパワースポットはここのことだったんですね。だけどもう手遅れよ。柏伝説はこのままシリアス展開に突入するのさ。どうしてそんなこと。一体何が目的なの。目的はあんたたちと同じだよ。全ては柏伝説の知名度を上げるため。シリアスにしたくらいで上がるわけないでしょ。では今まではどうだった。シュールギャグ、メタネタ、微妙なパロディ、ターゲットも定まらないニッチなファン層を狙いすぎた結果、 YouTube のチャンネル登録数が1000人もいかないじゃないの。風の音も出ませんね。もっと分かりやすくキャッチーなものにしないとダメなのよ。じゃないと素人の市民活動自主制作アニメに価値なんてないでしょ。そんなことない。このアニメだってクラウドファンディングで225人の優しい人たちから200万近く投資してもらってできたじゃない。そんなのちょっと頭が荒れな人たちだけでしょ。投資してくれた人を悪く言うな。いいですよアコさん。え、何が。今のギャグアニメっぽかったです。くっ、伊達に細々とでも5年間やってきたわけじゃないってことね。ほらもっともっと面白いこと言って。やめろ、味方が無茶振りするな。無駄な抵抗はやめな。今さら少しのギャグが入ったところでシリアスな物語の中だるみ防止くらいなものよ。ちょっとあんな言われ方したらどんなギャグ飛ばしても無駄じゃない。そんなことありません。あっちのストーリーに乗っかりつつそれを壊す伏線さえあれば。そんな伏線はここにあるぜ。それは人々の笑いのエナジーを集める銀色の水晶。いくらギャグだからといっても番外編から伏線を拾うのは反則なはずよ。番外編？何のことかな。とぼけないで。その服装は4話5話でやった番外編の怪盗マヌットのやつでしょ。いや俺はマヌットじゃないぜ。だったらこれはタキシードーメン様の格好だ。使い回し、ずるい。オイラもいるんだってばよ。あんた今までどこ行ってたの。さあアコちゃん変身だよ。さすがに唐突すぎない。物語終盤に初めて変身してこそあれなのさ。確かに。いくよームーンマグネットパワービルドアップ。おかしいわって、お前がするんかい。それは前回シリーズのオープニングの使い回し。そこまでする。気が変わって振り込みよ。結末締め月初完成。キャッシュレスつってな。終わりギャグなら全てよし。いや無理あるだろ。一番チャンネル登録してね。